ジェームズ・ウィリアム・グッドジェームズ・ウィリアム・グッドはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、ハーバート・フーバー大統領の下で第50代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1866年9月24日、グッドはアイオワ州シーダー・ラピッズ近郊において誕生した。グッドは地元の公立学校で学び、1892年に 東大学を卒業した。グッドは続いて、ミシガン大学ロースクールで学び、1893年に、ホーム博士号を取得した。グッドは1893年に弁護士として、認可を受けた。グッドは、インディアナ州インディアナポリスで、オリバー・エイチ・カーソンと共に、法律事務所、カーソングッドを開業したが、間もなく、 アイオワ州シーダーラピッズに帰郷した。グッドはシーダーラピッズにおいてチャールズ・ジェ・ディーコンと共同で法律事務所ディーコングッドを経営した。続いてグッドは1906年から1908年までシーダーラピッズ氏の弁護士を務めた。その後グッドは1908年から1921年まで シーダー・ラピッズの法律事務所ディーコン、グッド、サージェントスパングラーの共同経営者となった。連邦会員議員時代のグッド1908年、グッドはアイオワ州第5連邦会議選挙区から連邦会員議員に選出された。グッドは1909年3月4日から1921年6月15日に辞任するまで連邦会員議員を7期12年務めた。 グッドは第66議会及び第67議会において会員歳出委員会委員長を務めた。グッドは連邦政府の予算システムの改革に大きく寄与した。1921年に連邦会員議員を退任後、グッドはイリノイ州シカゴ近郊の町エヴァンストンへ移り弁護士業を再開した。グッドは法律事務所グッド、チャイルズ、 ボブウェスコットの共同経営者となった。グッドは1924年の大統領選挙において、カルビン・クーリジチを支持し、西部地区担当の選挙対策部長を務めた。また1928年の大統領選挙では、ハーバート・フーバーを支持し、同じく西部地区担当の選挙対策部長を務めた。陸軍長官への就任宣誓を行う、グッド・フーバーが、 大統領選挙で勝利を収めると、グッドは1929年3月5日に陸軍長官として指名を受け、翌3月6日に着任した。1929年11月13日、グッドは中水炎を引き起こし、ウォルターリード陸軍病院において緊急手術を行った。だが、グッドは手術後の11月18日、敗血症により急死した。 グッドの遺体は、故郷アイオワ州シーダーラピッズの、オークヒル墓地に埋葬された。父親は、ヘンリー・ガスワー・グッド。母親は、マーガレット・エリザベス・コームズであった。グッドは1894年10月4日に、ルーシー・ディーコンと結婚した。グッドは、ルーシーとの間に、以下の子供を設けた。ジェームズ・ウィリアム・グッド・ロバート・エドモンド・グッド・ザ・ポリティカル。 グレーブヤードハット ABCDE バイオグラフィカルディレクトリオブザユナイテッドステーツコングレス ABC アメリカンプレジデンアンオンラインレファレンスリソースハット ABC ソブルロバートグッドジェームズウィリアムインバイオグラフィカルディレクトリオブザユナイテッドステーツエグゼクティブ1774から1989 P148 グレンウッドプレスウエストポート CT1990 ISBN 0313265933 ABCDEFGUS Army Center of Military History h a t The New York Times November 141929 The New York Times November 191929 Find A Grave ありがとうございます